すごい雨でした、川になってる、屋久島やっぱすごいな。昨夜はなかなかの雨で、もう分かりますか、これ川状態ですね。すごい雨でした。でも、まあ、テント内に浸水もなく快適に眠れましたね。もう床がもうこっからこの底は全部もう水がこう入っちゃって、ウォーターベッドみたいにプカプカしてるんですけど浸水はしてないみたいな感じですね。さすがにね、このタープの尿さんのところはもう川になっちゃって、あの小屋の方に避難してたらしいんですけど。おはようございます。おはようございます。2日目朝ですね。そうですね、はい。まあ、さっきのね、あのテントはあんな状況やったんですけど、うん、これからの、今日の行程スケジュールについてちょっとお話ししていただいていいですか。そうですね、あと2日山に入れる日程があるんですけど、でも今日はね、多分この時間からこの雨なんで1日中雨が降る予報なんですよ。なのと結構もう部分的に登山道も川になってると思うので、うん、みんなで話し合った結果、まあ、せっかく2日もあるからちゃんとなんていうか山の景色とか見れる参考にしようっていうことで今日は降ります。で降りて、レンタカーとかバスとかで移動して、そう、行ければ屋久杉とか白谷雲水峡とかちょっと行って、で明日天気が良さそうなんで、明日ちょっと太刀浦岳とかもっちょむ岳とか眺めが良さそうな低山に登りたいなと思っています。幸いここがね、淀川登山口に近いので、うん、そこから降りて、うん、バスまで、ね、歩けば大丈夫なんで。そうですね、もう安全を期してね、うん、そういう判断に至りました。はい、楽しめるところで、うん、最高の楽しみ方をするという。そうやな、はい。マッサン初テント泊&も雨というね、うん、テント泊にとってはもう全てを経験できる貴重な体験をしたと思うんですけども、はい、まあ、昨日のねテント泊装備をしょった感想とか、うん、実際テントで、ね、雨の中寝てみた感想とかもろもろ聞けたらと思いますんで、よろしくお願いします。はい、昨日は5時に出発して、でここに到着したのが4時ぐらいだったかな、うん、と思うんですね、うん、なのでだいたい、まあ休憩含んで11時間ぐらいの行動だった。なかなか歩いたよね。でも結構な時間歩きましたよ。いつもマスタート行く時長いまあまあ時間だけで言うとね、もっと歩いた時もありましたけど、昨日は、うん、マスさんも10キロ超えで。そうやな、何キロぐらいでした実際。多分だいたい予測で、おそらく12キロ前後は背負、うん、ってたんですね、はい、飲み物とかね、うん、いろいろ含めて2泊3日の食料を積んでってことですね、うん、で、どうでしたか実際歩いてみて。やっぱりね、距離長いし、うんうん、そんなに担いだことのも多分初めてだったので、うん、割かしやっぱし心配はしていたんですけど、うんうん、まあでも、ザックも小川野さんのオンで、うん、そんなに予想よりも重さは感じず、あ、そのなんかずしーって感じはあんまりなかった、うんうん、もっとあるのかなと思ったらなかったし、うんうんうん、まああとは距離ちょっと長かったんで、うんうん、もちょっと肩張っちゃったかなぐらいの、固まっちゃったかなみたいな感はあったけども、うんうん、まあまあ なんとか背負ってくることができました。いやすごいっすよほんまに、なかなかよ、ね、テント泊は体力筋力あってこそ頑張れる、うん、なんていうか遊びかなっていうのはね改めて感じましたね。初テント泊が言うてんのにお酒結構積んでたしな、マスさん、ね、うん、お酒でかなり多くなっちゃったから。もともとお酒抜いてたらもう多分10キロちょっとぐらいですよね。10キロなかったぐらい。まあでもそれがないとね、逆にね、テント泊もね、うん、もう次の日のなんていうかもうエネルギーというか、まあね、それもあるよね。マスさんのテントの神奈ドーム新潟ですね。神奈ドーム、はい、マイホームをじゃあちょっとどうでした、マイホーム。マイホームとりあえずね、あるのにちょっとやっぱし時間かかったけど、うん、まあまあうまく晴れたんじゃないでしょうかな感じで、うんうん、いや綺麗に晴れてますよこれ、途中でね、こんな感じで結構強い雨降ったりしてたんですけど、うん、まあ
安定してる感じで安心感は、はい、非常にありました。ね、うん、夜結構本当にあのなんていうかもう音を立ててバーンって強くなる時とかもあったし、うんうん、でだん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 この下見てもらうと水かさがこう上がってくるわけですよ。かなりね。そうそう、あんまりこう染み込んでいくタイプの土じゃなくて、土自体は崩れないけど。ちょっとだんだんこうね、下の階なんてやばいですよね。もう川になってるよね水がこう溜まっていくようなスタイルの天場だったんですけど、うん、その辺はどうでしたか。水がだんだんこう多分感じたと思うんですけど。そうですね、あのやっぱ下のあのフロアが、うん、もうパッと気づいたら結構あのチャプ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 みたいな感じになっていたのであれですよ、中に浸水はしてないけど、浸水はしないけど下にある感じですよね、水が。でこれは大丈夫なのかいと非常に不安になりまして初めてやからね、はい、これはどうしたもんだいと思ってちょっとあの、ね、そこら辺を大丈夫かいって聞いたり、うん、あの仲間にね、はい、ちょっとそうや、ね、しましたけど、うんうんうん、まあ、中自体は浸水もせず、うんうん、はい、全然安心だということで、マスターのねちょっとねあのプチ可愛い話があって、はい、あのテントがひしゃげる、ひしゃげましたって聞かれて、いやひしゃげてないですけどねって言って、なんか2回ぐらいひしゃげた気がしたんですけどって言って、それ多分ね夢ですよって言って強風でね、あのもう変形するぐらいなんか倒れてくる夢を、に夢っていうか2回ぐらいそれがあったんだけど、それがあの夢か現実か分かんなかったんだけど、まあこんな稜線でもないところでそんなことありえんって言われて、じゃあ夢か。マッサンの中でいろんな不安がね、ちょっとこんな風になったらどうしたらいいんだろうっていう不安が、まああるよね、多分たまって、うん、夢ですらテント泊しちゃってた。完全に悪夢だね。じゃあテントの中見てみましょうか。じゃあ実際このね雨の中どうなってたのかっていう。うん。いや私もだって自分のテントで。うん、一瞬起きてピカピカしてた時に、うん、うわめちゃめちゃ染みてるって、ちょっと冷たいしね、勘違いしましたからね。実際はこの底面にね、あ、だからこう濡れてはないんですよね、ちゃんとこう全部こうね撥水はして全く濡れてないけど、やっぱ床触るとねこうプカプカプカ、だいぶこれでも全然引いた方引いた方、うん、もっともう本当にすごい感じでスーパープカプカしてました。スーパープカプカこれはって思ってかなり心配に本当なりましたね。うん、これが1日濡れに濡れた DCF なんですけど、もう全く保水してないんですよね。これ軽く拭けばもうカラッカラになるっていうのがこの生地の面白いところですよね。はい、じゃあ無事撤収が完了しましたので今から、降りていきたいと思いますすごい元気な人たちに囲まれてるんですけどこれあの土星です。土星、土星回ってるのね。土星なんで今から紀元杉バス停まで、うん、2時間ぐらいで降ります。登山口を越えてさらに下まで歩いていくってことやね。でバスが10時40分に来るんで、うん、それに向けちょっと早めなんですけど8時ぐらいに出たいと思います。はい、これこのソックスが良かったんでちょっと言っときたいんですけど、うん、記録用として、はい、まあすごいあえて水たまりいっぱい歩いてみたんですよ。うんうんうん、べちゃべちゃになってでしばらく木道のところを歩いてたらやっぱりね肌側の水は外にね排出してんのよね。ああ、それがもう肌で分かると。分かる分かる。だから中がなんかこう濡れてないっていうか、うん、この排出力は半端じゃないですね。外は濡れてるんですけどね、うんうんうん、なんか中は乾いてるっていうか、そんなにこうぶじゅってないというか、じゃあ足がこうなんか指の間滑ったりとか、うん、そうそういう感覚がないっていう。あとなんかこうずっと濡れてるとさ冷たなってくるやん、うんうん、あれがやっぱ濡れてないからなかった。うーん、ちょっと感動したね。えこんなにもうダイレクトに試したことはなかったもんね。うん、もうだからこれ挟んだるやからもう直やんほぼめちゃくちゃ抜けるし、多分靴履いてて靴が防水やったら染みひんけど、疎水力の弱い靴とかやったらこう靴下が出してもまた入ってくるから早いかもしれないけど、抜けのいいような、うん、オリンパスとかノンピーク6とかのこういうのあれば、うん、めっちゃいいかもしれない。なるほど、ね、相性いいかもしれない。
僕の大好きな、はい、これ雨具なんですけど、このファントムプローンっていう70ちょっとの 70g の雨具なんですけど、うん、これちょっと濡れてそうじゃないですか、これ中ちょっとなんかね浸透してる疑惑あるけどね。これ下ウールなんでちょっとでも水感じしたらすぐ濡れるんですけど、ほら本当だ、カラッカラでしょ、本当じゃん、これやっぱねいいんすよ、すごいね、この軽さでこの防水力耐水圧あったら十分じゃない、うん、そうだね、うん、ウィンドシェルとしてもちっちゃくなるからいいし、うん、それこそまあ自分みたいなこういうスタイルの人っていうよりは、まあ、これでもいいけどちょっとこういうねファストパッキングみたいな感じの方とかにもおすすめなんで、ぜひ、うん、どうかですか、私に売られていた私に売られていた、ダイレクトマーケティング。ポケットってレインパンツに欲しいですか。欲しいです。あ、確かに意外とないんだよね、携帯も中のポケットに入れてる、一回この状態にならないと、そうですよね、軽量にちょっと特化したやつはね、うん、そんな方にこちらございます。これはあのダイレクトマーケティング。次はティートンなの、ティートンブロスのプレスパンツですね、うん、これねやっぱ良かったのが、まあ、ポケットもそうなんですけど、この細身、そうだね、バタつかないっていうのと、あとこのストレッチ性ね、全くノンストレス、うん、普通のトレッキングパンツみたいな感じ、そうやんな、やっぱこの裾のところがね今までこうバタついてこうやってなってったのが嫌やったけど、今私は下のズボンが出てこないようにつぼませてます、ここにね、これついてるからな、うん、これも簡単だしね、うん、いや本当にあの抜け感もやっぱタズマって素材ですごいいいから、うん、トレッキングパンツみたいな感じで履けるよな、そうだね、短パンの上にしっかり履いてもあんまりなんか、うん、使いにくくなさそうな感じ、そう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 、風吹いてる時とか良さそうやしな、うん、だいぶスタイリッシュやしな、雨具っぽくはないですよね、ね、見た感じも、ありがとうございます。売られたの今もう、はい、井上さんの籠に入ったの、入りますチャレインだ、ここら辺にあるの、編集お願いします。でも井上さんあの白じゃないと買わないんで、あ、参考お願いします、ここ今30って書いてる、箱の上に30って書いてる、買いすぎ、練習頑張って、バス停まで降りてきたんですけど 100m 先に紀元杉があるのでちょっと見に行きました、行きましょう、ここ降りたらすぐですね、すごいな、紀元からあるってことはもう2020歳以上ってことやで、すごいよね、でもうわー、すごい、小さい、でかい、うわー、すごい、でかっ、ね、これはでっけー、筋肉質ですね、結構比較対、だってこれのなんか1本が丸ちゃんぐらいだもんな、ちっちゃちっちゃ、下界に降りてきて、この鴨川に着きました、はい、ここに看板ないんですよね。下のタイプでしたね、大体そこやから、大体そこなんだけどね、はい、なんかあの観光協会地元の聞いたら美味しいですよ、うん、教えてくれて、はい、今日はこれを食べた後に宿をまあ急遽取って、うん、そっちで休んで、まあ、レンタカー借りてね、ちょっと下を観光して、ね、じゃあ行きます、行きましょう行きましょう、なみなみできましたね、サービスがだよって、サービスすぎても漏れちゃってますね、サービスすぎて、勢いが、これでももう新鮮ですよ、島の勢いすごいですね、樽開けたてってことでしょ、いやうまいわこれ、うー、中身は昼から、昼間からですよね、飲めなかった時間ですからね、確かにね、山の中いたから楽しくてよかった、確かに今もうね、ただただガスの中晴れ間を望んで頑張って歩いてたからね、いただきます、どうぞ、すごいなこれ、どでかいよこれ、結構いろいろ乗ってますよ、しかもこれ練り物もあるよ、うんうんうん、何から食べる、とりあえず唐揚げじゃない、絞るタイプの、あらら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 、うん、あらららららら、これね、これが飛ぶようなさつま揚げだから、え、そうなんだ、これ今揚げたてだから、まだ今日手でいいからさ、せんべいみたいな、今なら食べれるから、本当だ、早く早く、あ、はい、あ、すいませんすいません、食べます食べます、はい、うまいじゃん、うまいじゃん、うん、どうですか、うまい、
今なら食べれる。そっちより先にこっち。今なら食べれる。今なら食べれる。反対側にもあるからね。ちょっと2名あるから。うん。白谷雲水峡に来ました。ねえ、ここ見どころいっぱいありそうじゃんね。これもう駐車場を止めてもすぐそこにな。うん、メインのとこがあって、で今回はちょっと弥生杉まで回っていいです、ね、ここに帰ってくるという。入るのに協力金で500円かかるところですよね。はい。うん。全部すごいけど、やっぱこういう名前ついてるやつやっぱ特別すごいよね。かっこいいな。うん。キネスギやってる。初めてちゃう多分。キネスギやってる人。ちょっとキネスギやってもらっていいですか。ポップ。アーティスティックやな。そっちやると思わんかった。思った以上に動的この辺とかもね、規制してる方の感じ出てます。動的な感じだったみたいな。あ、もうこんな、もう着いたの？おお、でけえね。こちらがでも綺麗ですね。すごいね。ジャブジャブ流れてるじゃんね。いいね。どっか折れそう。よいしょ。あ、すげえ。おお。ご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは登山初心者さんやステップアップをしたい方に向けてハウトゥー動画や道具の紹介動画を配信しております。山にまた行きたくなるような楽しい参考記録なんかも上げてますので、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。動画に関する質問や楽しかったなどの嬉しいコメントはぜひコメント欄にどしどしお願いします。こっちも見てねー。